目指せポケモンマスター、ジハーディ・タカシです。今日は新レギュレーションで解禁されたポケモンの中からゴーカザルを使っていく。俺が育成してきたのは先発特攻エース型ゴーカザル。ゴーカザルは一致の高火力技とステルスロックを両立できることから先発適性が高いと考えた。立ち回りとしては初手に投げ、相手に素早さ上を取られている場合は気合のタスキを縦にニトロチャージを積み、素早さを逆転させる。逆にゴーカザルが上を取れている場合は基本的にステロを優先し、その後インファイトが大噴撃を打って退場する。というように立ち回りの条件分岐がシンプルなので使いやすいと思うんだよね。で、一般的な先発ステロ要因って火力が不足しがちで起点にされるリスクがつきまとうんだけど、ゴーカザルは火力が出せる。特に大噴撃という炎技、これは現状ウィンディー族とゴーカザルしか習得しない技で、激凛の炎バージョン。今回のゴーカザルは特性猛火の炎テラスタルを採用しているので、猛火起動炎テラス大噴撃の威力は驚異の360。この先発起点役に似つかわしくない超火力に加え、パオジアンや羽ばたく神に出し負けない炎格闘というタイプ。これは環境に刺さると思うので、ランクまで検証していきたい。では行きましょう。マッチングしました。ヒーローさん対戦お願いします。グライオンいるじゃん。初めて俺ランクまでグライオン当たったな。で、あと鉄の包みサーフ号、オーガポンかまどの面に、ヤバソチャという構築なんだけど、まあゴーカザルから入って全然問題なさそうじゃない。いや、力を吸い取るに縛られる可能性があるイーネイヌよりはロトムを積みアタッカーとしては選出したいのか。ロトムは出そう。だったら、いや、まあこれ雑に、クソ雑にガチグマ投げるのも別になしじゃないか。ガチグマいっちゃおう。ガチグマ雑に投げるわ。相手の先発はガポンか、まあ、これに出し負けないのが強いよね。最近このかまどの面持ちのオーガポン先発としてむっちゃ強いと思う。で、これ素早さはね、相手が110族だから上取られちゃってるので、まあニトロチャージから入っていけばいいかな。叩き落とすで、まあタスキを叩き落とされるのはあんまり関係ない。まあどの道相手の攻撃は何でも耐えるだろうしな。しかもニトロチャージまあまあ入ってる。で、これね、相手の攻撃もっぱ耐えるはずなんだよな。スターコンボ半減だし、まあステロは優先したいかな、ここは。おお、ここそれでも突っ込みますか。ツタコンボ打とうとしてんのかな。これ大噴撃打ってよくない？もう、まあ電光石火はギリ耐えると思うわ。これインファで倒せるか微妙だから、まあ、大噴撃打つわ。あ、通った。オッケー、じゃあ絶対倒せると思う。いや、おめえ急所で水さしてくんじゃねえよゴミゲー。絶対倒せてんだからよ。あ、じゃあゲーフリが俺にこのダメージ計算の結果を提出しろよ。オンラインでいいから。おお、グライオンだ。グライオン、こいつポイズンヒールでしょ。いや、テラス切らないとこれ受けきれないっていう判断だ。え、で、ゴーカザルの仕事量えぐくない？まあ、水テラ切らないともう厳しいですよってことだよね。大噴撃、どんなもんか。モーカーの補正はかかってるはず。いや、いいダメージ出すだろう。絶対これ耐久ぶりでしょ。で、身代わりか。身代わりのポイズンヒール毒毒玉型でしょ。で、なんだっけ、守る身代わり、地震、毒毒みたいな方だと認識してるんだけど、守るだ、守るだ。この方のグライオンってさ、俺のウォッシュロトムで完封できん？ただ、どのタイミングで、相手が、その、毒毒を打ってくるかによるんだよな。仮にこのターンで、てかまあその、ロトムに毒毒を入れられたら負けるのはもう間違いないから、それはね、かなり警戒する必要があるんだよな。ゴーカザルを温存する必要があるかどうかって話。まあいいわ。でもこれロトムを安着させるメリットの方が絶対でかいから、まあ、ここはね普通に殴るわ。仮にここ自傷でもいい、自傷でも全然いい、全然いい。ここでその毒毒を裏が食らってしまう方がもうはるかにまずいから、まあ、自信打ってくるんだったらロトムが安着できたって話なんだけど、まあ、別に全然いいよ。まあこれはもうリスクでしかない。こんなもん運ゲーだから、まあ、十分すぎる。もうゴーカザルマジで十分だと思う。ただグライオンが素早さの種族値が95あるポケモンだから、だからロトムが最速だけど上取られてる可能性はあるので、まあ、万全を期してここは鋼テラスタルを切った上で、まあ、身代わりでいいか。こうすればさ、毒毒は効かない、自信は無効、てか自信あったもんね。自信身代わり守るまで確定でしょ。あと毒毒なんじゃねえの、わかんねえけど。自己再生とかは覚えないのか。地割れとか覚えるんだったっけグライオンって。いや、地割れを没収されたのか、ちょっとあんまわかんねえわ。で、これであと一生悪巧みを積めばいいんじゃない。コメント紹介。早口で聞き取りにくいので、ゆっくり喋ってください。あ？
お前な、ありがとうな、有益なアドバイスを。これね、俺の悪い癖なんだよな。俺の悪い癖で、情報を詰め込みたくなっちゃうんだよ。なんか相手との素早さ関係とか、考えられる技構成、アイテム、相手の次の立ち回りみたいな、いろんな情報を詰め込みながら解説したくなっちゃうから、だからおのずと早口になってしまうわけよ。なんか気をつけるわ。ありがとな。もう一割だけ見積も。一生割だけ見積めるでしょ。こんなもん。いや、打点がないことの表れでしょ、こんなもん。あと一枠の技がわかんねえのが気になるな。HP フルマックスまで持ち込んでから裏に引こうとしてる。ただまあこのグライオンはロトムで積んでることはもう間違いないと思う。この辺りから10万ボルトで殴り始めるか。いやこれ相手俺の身代わりすら壊せないんじゃないのかな。いやただ俺の PP との勝負になったりするもしかして。いやでも身代わりはもう残せないはずなんだよな。いやだから効かないんだって。いやお前それは意固地になってるだけなんじゃないのか。そのこの現実から目をそらしたくなってるだけなんじゃないの。裏に引いてきなよ早く。でこれはもう守られようとなんだろうとここは10万ボルト一択。はい、対戦ありがとうございました。んこれ綺麗な爪だったんじゃない。てか豪華猿が偉すぎた。ありがとうございました。マッチングしました。ゆうきさん対戦お願いします。この世猿、ダチョウ、ドブ魚、鉄の包み、ガブリアス、セグレイブという構築。豪華猿から入って良さそうじゃない。まあ、苦手なポケモンとしては、まあ、ドブかな。ドブがいるから、まあ、仮に積んでいくのであれば、ウォッシュロトムが正解だと思う。いや、まあ、またはガチグマの火力を通すも別になしじゃないか。豪華猿で起点作って、ミミッキュでトリックルーム展開して、で、ガチグマ。いや、これ、ダチョウの、瞑想バトン展開とかの可能性もあるから、いや、これもうね、ミミッキュガチグマで詰めに行くのむっちゃありだと思う。さあ、相手の先発はクエスパトラ。素早さ実はこれ、種族地上はゴーカザルの方が上なんですよ。ゴーカザルが108族のクエスパトラが105族。っていうことを認識していれば、相手が守るから入ってくると思うんだよな。まあ今回のゴーカザルは最速ガブリアス抜きまでしか振ってないから、まあ、この素の状態でも相手が最速だったら上を取ってくるんだけどね。まあステロから入りましょうよ。お、なんだそのクエスパトラは。がっつり起点作成系のクエスパトラなのか。まあでも加速は加速だと思うんだよな。さすがに。リフレクを貼られてしまったから、まあ交換するべきだと思う。クエスパトラって何でもできるポケモンだな。で、これゴーカザルは相手のエスパー技が一応弱点なのと、気合の助けを温存できるから、これミミッキュに交換でいいと思う。で、ミミッキュの、まあレッドカードを盾に、この加速、おそらくバトン型とおぼしき、クエスパトラを強制退場させてもいいし、あ、両壁貼られていく。まあ、トリックルームでとにかく、この盤面って結構有利にひっくり返ると思うんだよな。とりあえずトリックルームから入ろう。このクエスパトラはね、全然殺傷能力ないタイプのクエスパトラだ。この夜猿？この夜猿か。え、この夜猿？まあ、加速この夜猿はま、どう考えても強いよな。まあ、この夜猿ってね、もう何かしらの援護を受けてしまうと、もうほぼ無双できるポケモンなんだよな。あ、で、食べ残し型。もう絶対、呪いを入れたい。あ、いやでもこれレッドカード残っちゃってるわ。レッドカード残っちゃってるけど、あーこれ呪いの定数ダメ入んねえわ。いやここがちょっと使いづらいな。これがほんまに使いづらい。もうしょうがないけどね。これはこればかりは本当にしょうがない。だからこれ呪いの定数ダメが相手に入らないのは結構使い方として下手だな。下手だけどこれ避けようがなかったと思うんだよな。で、クエス。あ、包みか。うわ、これどうする？これ、殴ってくるんだったら、道連れを打つはありで。いや、てか、まあ、どうなるとしても、道連れでいいのか。まあ、道連れ打つ以外はないんじゃないのかな。あ、この道連れ通りそうじゃない？相手ここ殴ってくるでしょ。あ、クイックターンの可能性もあるけど。フリドラだ。これ多分倒れてくれると思う。大丈夫だよね。オッケー、道連れを、成功させて相手の鉄の包みを無理やり持っていきながら、トリックルームターンをガチグマに残せはしたけど、壁が残ってんのが一番不穏だ。いや結構きついかな。壁が残されてんのがかなり痛いんだよな。でこの世絶対出してくるよな。でこれはフンドの拳無効だから、まあ多分格闘技ドレインパンチとかになるんですよ。でトリックルームの残ターンは2ターンで、リフレクター光の壁も延長されてしまっている始末。ムーンフォとブラッドムーン。ブラッドムーンが210。ムーンフォが190。
いや、これもうかけるしかないな。水テラ切って、ブラッドムーン、ムーンフォースっていう順に打つか。行くしかない、これは。まあ、これはドレインパンチ安定になってるから、ドレパンを等倍で受ける水テラで正解ではあるはず。いや、硬えな。ま、さすがに硬いか。挑発。なんだこれ。まあ、あれか、瞑想とかそういうタイプのガチグマもいるもんな。ムーンフォース打ちましょう。かたくなにテラスは切らないと。いや、もう硬すぎる、このヨザルが。ビルドアップ。いやー、大丈夫なんか、それはそれで。次、トリックルームが枯れるから上から、まあ、ドレインパンチで HP を奪えばいいっていう考えか。ブラッドムーンだ。ここもブラッドムーン。あ、フンドの拳で倒すことを優先してくるのか。え、マジで？そうなんだ。ドレパンは打たない。いやー、これも耐え切られてしまう。で、しかもリフレクターなくなってるから、一応これ、豪華猿圏内ではあるんだよな。だから、ま、十分でしょう、これは。まあ、真空波で微細なダメージ与えて、もう退場でいいわ。十分だと思う。まあ、倒せなくても、まあ、しょうがない、これは。なんでドレインパンチをかたくなに打たないんだろう。ドレパンを打たない理由が全くわかんない。ないは絶対ないと思うんだよな。いや、それかインファイトなのかもしれない。これはさすがに豪華猿の、ニトロチャージ圏内、いや、ニトチャじゃ無理か。相手防御1段階上がってるわ。いや、これニトロチャージで多分倒せないよね。いや、大噴撃打たないといけないや。なんだこれ。なんでここ引くんだ。これ、クエスワンパンは無理かな。大噴撃で。まあ、クエスパトラが攻撃技ない説あるもんな。いや、これ、ちょっと頑張ってくれ。頼む。いいダメージを。うわ、ギリ倒せない。いや、だったらでもこれ、ニトロチャージから入ってればなーっていう話だよな。守る。いや、これ、混乱が入るのが一番終わってるんだよな。いや、ちょっと待てよ。大噴撃、これ止まるから。あ、でも混乱は入る可能性あるのか。どうなんだ。あー、いや、そうなっちゃうよな。いや、でもこれ、守ると両壁で、あとバトンで確定だ。相手の技が。これ、タスキ残ってるから、ここニトチャで倒しながら、これ可能性あるんだよな、全然。てか、ここのバトンタッチなんだ？これ混乱頼みになってない？これ自傷さえしなければこれ勝てる可能性あるからちょっと頑張ってほしい。頼むわ。いやー、大噴撃。ちょっと甘えだったか。あそこニトロチャージから入らなかった俺を許してくれ！これで持ってける！いや、これ勝ちだ。じゃあこれ勝ちだ。これ、だって、ダチョウが攻撃技ないってことでしょ？このダチョウ攻撃技がないわ。両壁とバトンタッチだし、初手に巻いたステルスロックで相手も倒れていくと、この豪華猿に始まり、豪華猿に終わる。いい試合だったよ。マッチングしました。伊賀3対戦お願いします。ミロカロス、巨ジオン、オーガポン、フリージオが珍しいな。で、このヨザル、トドロク付きという構築。これ豪華猿の通りがむちゃくちゃいい。技範囲的にむっちゃ豪華猿の通りいいし、何よりオーガポンに出し負けないっていうのが強いね。もう絶対豪華猿から入ろう。で、巨ジオンがいるから、これ E ネイヌは出していきたいんだよな。E ネイヌで積んでいくルートはまず確定で、いや、これなんか雑にスイーパーでガチグマ出していい気がしてくるんだけど、どうよ。相手の先発は巨ジオン。これは、塩漬けを食らいたくないな。まあ、ステロ巻かれる可能性もあるんだよな、初手の巨ジオンって。これもう、信じるなら、ステロ巻いてインファ打って、退場でいいんだよな。で、イーネイヌの元気点にする。いや、俺それでいい気がする。ここなら変にイーネイヌに交換する必要がないんじゃないのかな。え、嘘でしょ。巨ジオン交換ってことは、格闘技を嫌ってるんだ。あ、なるほどね。まあ、このヨザルがいて、格闘技を無効にできるっていう準備ができてるんだったら、まあ、ここ、このヨザルで問題ないよな。なるほど。これはね、素早さの関係が、このヨザル90族の豪華ザルが108の調整ぶりなんだけど、まあ、上は取れてる。これ、大噴撃打ちたい気持ちあるけどな。なんなら、いや、違う、大噴撃打ったら、巨ジオンに交換されるだけなんだ。それでも巨ジオンを釣り出せるなら別にいい気はするけど、大噴撃打つわ。別にいいと思う。なんなら確定2発は絶対取れると思う。あらら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 。あ、それはまずい、それはまずい。それは絶対まずい。絶対まずいね。これね。大噴撃なんか打ったらね。はい。もう 100% まずいね。これ半減だ。巨ジオンにもなんなら半減だ。しかもこれね。何これ。これ火炎玉か。あれ？ミロカロスってなんか火炎玉のイメージあるけど、これ不思議な鱗はこれ、なんだったっけ？俺不思議な鱗の仕様について一切理解していないのはこれ何なんだ？一回自己再生入る。いや、このターンで混乱引いてるのはありがたい。
何打つ？あ、自己再生。あ、じゃあこれ一回引けるわ。ありがてえ。めちゃめちゃありがてえ。いいね、犬。うわ、でもね、結局このヨザルの倒し方がないんだよな。ここは難しいところですよね。ここは絶対熱湯なんだけど、まあ、これは火傷負わないからいいんだよ。水テラを切ることのデメリットがもうないから、ないけど、豪華猿に炎テラスを、いや、てか、ガチグマにテラスたる温存の可能性もあるから、ごめん、これね、もう2回熱湯耐えるんで、ここビルドアップ積みます、普通に。あ、熱湯でこれも火傷絶対負わせようっていう考えか。はいはいはい、いいと思う。それはあり。ってなると、ここドレインパンチ打ちます。まあ、これ熱湯の火傷狙ってるんだろうけど、イーネイの隠密マント来てるから、絶対火傷負わないんで、で、これ、ドレインパンチを相手のこの夜猿に透かされたら、次、その、ジダンダの威力が2倍になるから、ジダンダ打てばいいっていう。いや、急所でこれはちょっと、不穏すぎる。もう、こうなってしまうんだったら、水テラ切るのもありな気がするんだよな。じゃないと、次の熱湯がちょっとやや、不安が残るから、ここもう水テラ切ってドレインパンチ打ちます。ここ、お前、ここまでして熱湯で火傷に頼ってくんの俺、どうかと思うぞ。逆にここまで熱湯連打して火傷負わなかったら隠密マントを疑わないと。あららららら、自己再生打たれちゃった。まあまあまあ。まあそれは俺がドレインパンチで HP 回復できるだけだから別に問題ないんだよな。で、この辺りから多分ね、この夜猿への交換がちらつくんだよな。ここドレパンでいいわ。まあさすがに引くよな。で、この夜猿なんじゃない。そういうことだよ。いやこれね、この夜猿に交換されるとしてもまあ別に良くて、こんなところをこのドレインパンチを透かされたことによって威力が2倍になるジダンダを打てばいいんだけど、こいつにもドレインパンチとかあったらだるいな。なんだお前、やっちゃってんじゃねえの。それはいや、まあビルドか、ビルドか。でもこれ威力2倍で刺さるぞ、このジダンダは。しかも弱点になってる。これジダンダむっちゃ入るはず。結構いいダメージが期待できるよな。これはでもね、次のジダンダで多分倒せないんだよな。倒せないけど、これジダンダでできるだけ削れば、豪華猿圏内に入る。ドレインパンチ相手にも打たれる可能性があるんだよな。え、フンドの拳でいいの？いや、多分耐えると思うよ。うん、そうだよね。いや、これはドレインパンチ打たなかったの甘えじゃないか。あー、倒せちゃった。いや、これは可能性出てきてる。いや、この夜猿にすら、打ち勝つイーネイヌ強すぎる。ただミロカロスはもうきついか。いやでも熱湯これ耐えるぞ。一回ドレパンだな。熱湯しかないわ。いや、やけど負わないんだって。何やってるの。いや多分ね、熱湯しか攻撃技がないんじゃない、ミロカロス。と、おぼしき立ち回りを感じますけどね。豪華猿のインファイト圏内ではあるから、ここ自己再生を打たれることだけが、ネガティブだから、ここビルドアップ積もう。自己再生だよな。うん。だこれビルドでいい。いや、てか、イーネイヌが光りすぎてるんだけど。イーネイヌ最強じゃね？なんか、イーネイヌ出した試合今日全然負けないわ。イーネイヌ玄関境ですら、これだけの存在感を放つことができるんだ。じゃあ、ここドレインパンチで。あ、熱湯しかないんだ。残念だったね。いや、そろそろ気づいた方がいいぞ。あれこれ隠密マントじゃねっていうのは。だってビルド型で、この夜猿みたいに食べ残し持ってるわけでもない。で、何回熱湯を打っても火傷を負わない。これはそろそろちょっと察するべきターンだと思うぞ。ドレパン連打で。敗退ありがとうございました。お前、イーネイヌ強すぎん？マッチングしました。チドさん対戦お願いします。イーユイ、化身ボルトロス、マリルリ、ローブシン、イーユイ、ガブリアス、キノコ人間という構築。これは、まあ、豪華猿から入って良さそうじゃない？イーユイにも強いし、素早さの調整上、ガブリアスの上も取れるんだよな。まあ、豪華猿から入って良さそうだけど、キノコ人間に俺のパーティー弱すぎない？まあ、いいわ。ジャラランガで積んでいくは一つありか。テラスタル切って。いや、テラスを切ると、ローブシンのマッハパンチとかに縛られそうな気がするんだよな。だからこれ、イーネイヌ出していくのむっちゃありだと思うわ。イーネイヌは出した方がいい。キューコンで起点作って、真ん中で。で、イーネイヌで詰めていこう。相手の先発、イーユイか。これ出し勝ってるよね。だって、イーユイの一技両方半減だぜ。そもそも打点がないから引いてくる可能性も高いと思うんだよな。これ、普通に捨てろから入って良さそう。さすがに。
あ、ほらやっぱりこれ打点がないっていう判断だ。これで、あ、まあマリルリはね、確かにそうなんだよな。マリルリはインファイトも炎技も全部半減なわけですわ。まあいい相性補完してるな、イーユイとマリルリって。まあ多分水技になるんじゃないのかなと思うんだよな。これゴーカザルの気合のタスキ温存できるわ。これ9個に引こ。ゴーカザルの気合のタスキがあればイーユイと対等以上に殴り合えるし、でまあここ飛んでくるのってさすがに、いやさすがに腹太鼓とか詰めないと思うけど、いやありえるか。じゃれつくだった。いやしかも外してるわ。なんでじゃれつくなんだろう。水技が弱点なのに、まあ、テラスタル切られる可能性とかも考えたのかもしれないな。でここはもう絶対オーロラベールね。いやここ突っ込んできてんのがすげえ気になるな。ここで腹太鼓とか詰まれたらいよいよ結構きついが、アクアブレイクだったと。ねこれイーネイヌに速攻交換するわ。これオーロラベール展開できてるから、このマリルリビルドアップの起点にできると思う。もうガシガシ交換していく。いいね、やっぱサイクル戦、まあ、サイクルある程度回してる方がポケモン対戦やってる感がして楽しいわ。バカみたいに社会主義ポケモンで突っ込むよりもな。でアクアブレイクをこの程度のダメージに抑え、で隠密マントを着ているから、なんかじゃれつくの A ダウン、アクアブレイクの B ダウンに怯える必要がない。なんかここはビルドアップ一択のターンでしょ。いやここ突っ張れるか。マジ何をするんだお前は。いやここで腹太鼓積まれたらまずいか。いやそれはどうかと思うぞ。お前もう意味ねえんだよそれやられると。何の意味もねえじゃねえかよ。ああ積んだ意味も壁張った意味もねえんだよゴミゲーがよ。いやーこれ壁あるけど、いやこれどうなん、こいつ別に物理耐久が高いわけじゃないぞ。どうかな。いや死ぬよな。んーまあそれはさすがにちょっと都合良すぎないか。いやローブシンとてじゃない、ローブシンとてこれ素早さがイーネイヌの方が上なんだよな。ここ一発ドレインパンチかますわ。ドレインパンチが入っていくけど、あーでもまあローブシンはローブシンで硬いな。そこそこに、そこそこ硬い。これ何してくる、冷凍パンチ。いやこれ凍らせようとしてるってこと。それしかもう勝ち筋がないっていう判断。あのイーネイヌ隠密マントだから、そのもう一切の追加効果は受け付けねえぞ。いやこれ毒づきを打って仮に相手にもドレインパンチ打たれたらまずいけど、いや半減だから打てないか。じゃあ俺ここもう毒づき一択になる気がするんだけどどうよ。いやもうそれほんとよくわかんないって。ちなみにこの人今2700位ぐらいのそこそこ強いランク帯の人だったんだよな。何をやってるんだこの人は、何がしたいんだ。これ負けでしょだったら。ここでドレインパンチなんか俺が打つと思った。いやまあそれを通すしか相手的に勝ち筋がないっていう判断なんか。わ、これ、イーネイヌが強いだけの動画になってる気がするけど、ステロもいいダメージ、いい味を出してると思ってて、これ、一回ローブシンに多くステロダメージが入ったことによって、確実に毒好きで倒せるようになったし、わかった、これ相手の意図としてオーロラベール枯らしたかったんだ。だけど、アローラ球根が光の粘土持ってて、オーロラベールターンが延長されたから枯らしきれなかったっていう結末なんじゃない、これは。まあ、これ毒好きでいいか。鋼テラスタルやめて。いや、なんだこの試合。で、あの、救助消せよ、本格的に。ということで、今日はここまで。ご覧いただいてるのは、スグリとゼイユの実家に殴り込んだゴーカザル。いや、ゴーカザルは先発ポケモンとしてかなり適性高かったと思うわ。まあ、純粋に今の環境ステルスロックはそこそこに刺さりがいいし、まあ、それでいて、ニトロチャージプラス効果力技っていう技構成がちょうどいいんだよな。いや、だからまあ、文句なく、割と使いやすい先発アタッカーだったと思う。まあ、大噴撃が数ターン行動固定されてしまう上に、混乱っていう、その数ターン打った後には混乱を引いてしまうっていうことが、まあ、唯一のリスクではあるんだけど、まあ、それを差し引いて考えてもね、まあ、かなり先発ポケモンとしてもうティアは高いところに位置づけてもいいんじゃないのかなと思いましたね。あんま話すことなくなっちゃった。あの今日みたいに今後あのコメント紹介増やしていこうと思うから、なんか気になったこととか、あの構築のアドバイスとか立ち回りのアドバイスとかあったら、あのガンガン積極的にコメントで教えてくれ。以上、ご視聴ありがとうございました。朝日が死んで闇夜がめぐれ、外れ確定のカードをめぐれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌うはない。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。